はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきたいと思います。はい、なかなか極物のねプラレール登場しました。その名も極みお届けスシロープラレール。はい、今回はねこちらねちょっと見ていきたいと思います。いや、これはなかなかですよ正直ね、めちゃめちゃ楽しみなんですが、どんな感じになってるのかすごい気になって仕方ない。ではとりあえずね見ていきましょう。まずね、もう今回これコンセプトね、スシローとねコラボということで、お家で本格お寿司屋さんです。まあスシローといえばね、もうねおなじみのねお寿司屋さんですけども、まあ家でねこうプラレールを使ってこう回転寿司をね楽しめるねセットになってます。これなんかどっかの一般の人、昔なんかね動画バズってましたよね、普通のプラレールでやって。まあそれのまあ公式版というか、そんな感じですね。で今回のセット内容ですね、まずね注目はこちらですね、寿司特許おまち、もうなんか小町みたいな名前ですけども、おまちです。で後ろにはねこんな感じでね、お皿をね積んでるね貨車があります。でこのおまちのね動力はこれですね、往復レールがついてて、このレールの上をね通過することによって、まあ行ったり来たりして、こうねお客さんとこう板前さんっていうのかな、そんなお寿司屋さんごっこができると。で寿司パーツとか、あとね走れるレールもついてますね。あとはもうこうお客さん駅ボードとかね、寿司ゲートとか、めちゃめちゃ面白そうね。で箱ね、他の面ざっと見ておきましょう。上ねこんな感じです。まあどの面も今回のね、まあまあこのプラレールのねセット内容がこんな感じで写真載ってますね。うん、まあこれはでも本当にちょっとプラレールをこう改造してね、回転寿司をね楽しもうとねしてる人にとってはね、まあとてもお手軽にちょっとできるセットではないのかなと。で背面こんな感じになっておりまして、まあもう遊び方ですね、いつもと違った感じです。注文しよう、お寿司を乗せよう、お寿司を受け取ろう、お皿を返そうね、なんか回転寿司の食べ方みたいな説明になってますね。へいらっしゃい、わーいただきます。まあ開けましょうとりあえず開けましょうね、開けてみていきましょう。もうね見ないとわかんないですもんね正直ね。さあそれではいきますか。いやこれはもうヤバヤバセットです、ヤバヤバセットね。ではでは行きたいと思いますが、わあなんかすごいな、いつもとなんか違う光景ですね。今までのプラレールのセットではこう見たことないような光景が目の前に広がってますね。プラレールに見えない。でこちらの袋の中にはね、あなんかこうペーパークラフト的なものがいろいろついてる。さあではねちょっといろいろパソコンも出していきますか。じゃあまず袋の中身ね、よいしょ。こちらは説明書とかですね、まあまずとりあえず説明書ですよ。はい、こんな感じで、特に見なくてもなんかもう簡単にねイメージで遊べそうな感じするんですけど、まあわからない方は読んだ方がねいいのかなとは思います。普通のプラレールではね、あんまりほぼ見ることない大量バタとか、なんかネタパーツとかね、そんな感じに説明書が書いてるのがちょっと面白いですね。で、ペーパークラフト関係。で、これがね、お客さん駅にね、こう差し込む、スシロー駅のボードですね。なんか今回のこのセット、このプラキッズとかもなんかついてきてほしかったなと思いますね。なんか今後、別売でいいからちょっと出してほしい。ね、いいですね、いいですね。このプラキッズね、かわいい。で、ネタとか書いてる。ね、通勤卵、特急マグロ、信号乗り向き。まあ、またでもうまいこと考えたな、これ。プラエビ。で、あと下はもう普通のおなじみのね、このメニューになっております。まあ、僕はもう、寿司屋さん行ったらもうほぼマグロです。マグロ大好きですね。で、これが、あ、これは部品の紙ですね。部品販売の紙です。で、こちらが、はい、これが寿司ゲートですね。まあ、ここをね、こう、特急お待ちとか、お皿とかがね、こう通るような形になってますね。で、あとは、まあ、こういったね、ペーパークラフト。これお手元ということで、まあ、これお箸です。お箸もペーパークラフトになってますね。で、もう一つお手元がありまして、で、あとこの辺は何でしょうか。まろやか風味のうまい塩に、あとこちらが、七味唐辛子ね、辛いで、あ、わさびね、なるほど、風味際立つ生おろしわさび、辛い。まあなかなか素敵なねペーパークラフトたちが入っておりました。で気になるパーツですよ、パーツ。さあ出していきましょうか。どうしようかな、まずお待ちからいきますかね。ね、お待ちお待ち気になるもんね。お、でもなんかちょっとあれですね、僕想像してたより結構大きいなこれ。わ、すごいすごい。なかなかね、普通の新幹線、言ったら、まあ、これ、まあ、この感じで言うと、ね、N700S とか、そういったね、車両の大きさをイメージしてたんですけど、まあ、パッと見は同じみたいですが、ちょっと持つとね、結構ね、ほんとしっかりしてるのよ。まあ、ちょうどね、横にね、700S あるんで、ちょっと比べますが、本当にほら、太いでしょ。めちゃめちゃ車体大きいんですよね。すごいね。なんかこう、ディフォルメされた新幹線だとは思うんですが、かなり大きさは大きいですね。うん、高さもほら結
構違うでしょ、高さもね。なので結構迫力本当あります。で、感じの車体自体ちょっとねしっかりと見ておきますが、まず運転席ですね、こちら黒塗りで、ライトは黄色の塗装ですね。で、ベースのカラーは白の成型色で、側面にはこんな感じのイラストがねしっかりとこうプリントで入ってますね。スシローのマークもバッチリで、で、ここねちょっとこう荒波にね揉まれたこうマグロですよね。で、こうね太陽がこう照ってるような感じのイラストだと思うんですけど、このスシローかなんか行くと見れるのかな、このイラストね。なかなかほんとしっかりできてる。で、窓はこれ塗装仕上げですね。で、ちゃんとこうドアとかもあって本当の新幹線みたいで、なんか JR とコラボしてね 700S にやってくれないかなこれで、反対側のね側面のデザインは、はい、こんな感じになってますね。こちらはタイですかね。で、スシローのマークになってます。で、上ね屋根の部分ですが、はい、こんな感じになっておりまして、まあ、パンタグラフとかそういったものないですね。ここに大量バターをね立てる穴があって、で、電源スイッチはこちらになってます。スピードはまあ1段階ですね。回転寿司なんてちょっと速かったら困るんでね、まあある程度ゆっくりした速度が出るのかなと思います。ちょっと電源のスイッチ、そしてこうちょっと深めですね、位置的に深めね、ちょっとねこう全体的にね車高が高いんでね。で、そこの部分ですが、はい、こうなっておりまして、まあ、形的にはあれですね、乗せ替え OK のシャーシと、まあ、同じような形なので、あれですね、お待ちだけではなくて、ボディ自体は好きなね、こう、車両に変えれるような感じもしますね。あとでちょっとこう 700S も乗せてみます。で、この部分が多分あの往復の切り替えのスイッチだと思いますね。こう、レールのね、こう、溝に沿ってこれが切り替わって、タイヤのね、前後回転が変わるんだと思います。さあさあ、それではね、電池入れていきましょうか。はい、まずね、ネジ緩めます。まあ、おなじみですね。こちら、プラスドライバーでネジ緩めまして、で、ボディカバー外します。いや、ポッキーな、これ。で、動力の感じは、はい、このようになってますね。まあまあ、なんかちょっとこう見たことあるような形なんですけども、まあ、スイッチの部分が違うとね、いいね、往復のね、シャーシなんで、これはちょっと大事にしたいかなと思います。で、使用する電池は炭酸電池1本ですね。マイナスを進行方向に向けて装着していきましてと。で、ボディカバーつけたいんですが、ちょっと待ってくださいね。一回ちょっと乗せ替え OK で 700S がつくかどうかもちょっとやっておきましょうね。よし。はい。ボディカバー外して、で、このシャーシに 700S のボディはつくのかな？あ、でもつかないのかな、ひょっとすると、これ。どうなんでしょうね。あ、ついた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 。なんかちょっと若干今しんどかったんですけどね、ちょっとギュウギュウだったんですけど、いけましたね。普通にいけました。ちょっとこの状態であれなんですけど、動作チェックしますね。電源オン。あ、動きますね、動きますね。結構速度的には、あ、やっぱゆっくりね。お寿司を運ぶだけあってゆっくりですね。で、これをスイッチをね、こうパチッと切り替えると、こう後ろ向きに回転するんで、多分逆に。ああ、夢あるわ。いいね。いや、もうこのシャーシをちょっといっぱい出てほしいですね。いや、楽しいでしょこれいやー、このスシローのやつ、このシャーシだけのためになんかもうワンセット欲しいかなと思っちゃいますね。いや、それぐらい素敵ですねこれね。大事にしたい。で、ちょっとね、もうお待ちにしておきましょう。お待ちというかお待ちですね多分ねイントネーション的にね、小町みたいな感じで言っちゃうんですけど、お待ちですね。で、こちらでもね、まあまあまあ動作チェック一応まあしましょうかね。動きますよね、それはねはい、ということでね、まずね、こちらね、はい、先頭車のね、寿司特急お待ちでした。いいですね。いや、これが後でどんな感じでお寿司を運んでくれるのか。さあ、それではね、他も見ていきましょう。では続いてね、じゃあこれいきましょうね。もう今回の貴重なアイテム第2弾っていうか、多分全部今回貴重だと思うんですけど、まあこちらが往復レールですよ。あ、こう見たらいいのかな。まあ、緑色とね、この青いレールがあって、ちょっと緑の方から、まあ、明るめのね、緑色なんですが、この感じでね、こう新幹線のこうお待ちのイラストかなが描かれてて、後ろと書いてます。で、こうね、U ターンするような矢印がね、クイッと書いてるんで、まあ、ここにね、こう、まあ、このね、動力がね、こう通ると、この溝に沿ってね、スイッチが切り替わってバックするんだと思います。これが、まあ、後ろ向きに走行する方のレールと。で、これが、まあ、今のやつの逆ですね。前ってなってるんで、まあ、この上をね、こうね、後ろ向きでこう入ってくることによって、今度こう前向きにね、走行が切り替わるようなね、形のレールになってると思います。ブルーのレールですね。矢印は一応このね、連結部に対して逆ですね。先ほどの分と逆になってますね。こちら側に U ターンの矢印が書いてあります。いや、これも、大事にしたい。ちょっとこの形を 3D プリンターとかでやっぱこう作って量産したいね。さすがそれでもコピーになっちゃうか。で、他のパーツね、どんどん出していきますが、これがお寿司ですね、お寿司。まあ、今回ね、実際のお寿司をね、乗せて、もちろん、ね、遊ぶこともできるんですが、最初からね、こういったお寿司のパーツがこう入ってるんで、
あれですね、ちゃんとお寿司屋さんごっこは楽しむことができますね。よいしょ。で、これまずが、シャリですね。シャリパーツ、これはまあ同じものになってますね。同じものが3つあります。ご飯ですね。小さいお子さん食べちゃダメですよ。これ食べれませんよ。で、そのシャリにつける、これが卵ですね。卵なんですけども、これは電車なんですかね。なんか電車っぽい感じですよね。実際のね、外スシローでもなんかこんななんか卵のねお寿司作ったら子供向けすごい良さそう。せっかくコラボしたからやってほしいですね。で、このネタパーツはシャリパーツに、はい、こんな感じで組み合わせて、はい、お寿司に、ね、なって乗せることができるようになってます。いいね、美味しそうでも食べちゃダメ。で、もう一つこちら、これがマグロかな。ね、マグロがこう新幹線のような、ね、形になってますね。これもなんか面白そう。僕はこれめっちゃあのスシローにあったら食べちゃいますね。これうん、かわいい。で、これもねシャリにつけておきましょうね。で、はい、こちらエビちゃんですね。エビプラレールと書かれたエビですね。まあこれも良さそうなんですが、僕はエビ食べないんでエビ食べれませんまあでも、ね、姿は見たことあるんで、まあこんな感じでね、素敵なねエビのねネタになってます。で、あとこちらが、はい、信号のり巻きですね。信号のり巻き、これもなんか実際にあったら美味しそうですよね。ちょっと具材は何かわからないんですけども、なんか結構やっぱ子供受けとか良さそうですね。で、あ、これちょっと名前あったんだ、そういえば。特級マグロですよ。特級マグロと、あとこっちがね、通勤卵ですね。特級マグロに通勤卵でした。これ忘れてましたね。まあ素敵なね、ネタパーツがほんと4つもあります。で、次に、はい、これがまたね、特殊な貨車になるんですけども、よいしょ、これが3つあります。同じものが。3つですね。はい、このように入ってまして、これがね、まあ一応ね名前は貨車となってるんですが、まあまあ見たことないですね、こんな形の貨車ね。おそらくプラレール初登場ではないですかね。これはいいね、いいね、いいね。ちゃんとこうね、しっかりとこうお皿がね乗せれるように面積かなり広めになってますね。多分これぐらいの大きさあると安定してね乗せられるものなんだと思います。あ、連結部分はこんな形の連結なんですね。簡単にこうね、こんな感じでつなげれるようになってると。うん、なんかカチャっていうタイプではないですね。もう差し込むだけのね連結パーツになってます。すごく簡単に楽しめそう、これ。で、こちら側にはお皿ですね。お皿がね結構枚数がたっぷりあって、全部で6枚だから、本当に食べるときね、しっかりとお客さんのところに行ってる間にまたね別のネタをね準備することができるようになっているとね。だからね、お皿の枚数は多めになってますね。はい、こんな感じでちょっと全部出しましょうか。で、お皿自体は全部多分同じものですね。なんかこうね、高級なお皿とか色違いのお皿とかね、まあ、お寿司屋さんによってはあるんですけども、ね、そういった違いはないです。全て黄色のお皿になってます。で、実際触っていただければね、まあ、分かると思うんですけど、これ自体はそんなにめちゃくちゃ大きいお皿ではない。なので普通のお寿司のネタを乗せようと思ったら、まあ1貫ぐらいなのかな。まあそれぐらいの大きさになってるのかなと思います。せっかくなんでね、測っときましょうかね。ここによいしょ通る大きさで、うん、だいたいこれぐらいかな。よいしょ、ちょっと広めて、あ、こんなもんですね。まあちょっと誤差あると思うんですけど、まあ99ミリってなってるんで、まあ10センチでしょ。おそらく10センチで作られてるんだと思います。まあ大きさからするとあれですね、なんかこう気に入りのこうトミカとかもねこう乗せて、うん、まあお寿司じゃないですけども、そういった楽しみ方もしてもいいのかなと思いますね。ちょうどいい大きさですよ。トミカ乗せるにもちょうどいい大きさ。あ、思い出した。僕ね、その関係で素敵なトミカをちょっとこの間メルカリで買ったんで、またそれは後日お届けしますね。お寿司にまつわるトミカが実はあったんで、それまた紹介します。で、実際に乗せた感じはどうなるのかちょっとやってなかったんで、あ、そうか、ここにこう丸があって、これちょうどはまるような感じなのかな。あ、そうですね、そうですね。ちょっとまあ余裕はあるんですが、まあ安定して、うん、こうお皿はやっぱ落ちないようになってますね。最初なんかこう磁石とかなんかそういったものでくっつくのかなと思ってたんですけど、こうパカッとこう簡単にはまるような形になってます。うん、まあ、速度が速くなければ絶対これはもう落ちそうにないですね。いいね、いいね、いいね。やっぱしっかりと作られてますね、なんだかんだでね。で、ちょっととりあえず乗せた感じはこうなります。はい後でこれでちょっとね走行楽しみましょう。いいね、テンション上がってきましたねこれいいね。で、他のパーツも見ていきますが、あ、これもなんかちょっともうあれですね、今回はもう見たことないものばっかりですね。なんかこうプラレールのね歴史がまた今回のでちょっとこう動いたかのような、そんなセットになっているかなと思います。はい、こちらにね入ってたのは、まずねこれね、まあ形はよく見るこう車両止めだと思うんですけど、よいしょ、はい、ピント合った、スシローと書いてある車両止めですね。あー、これもまた大事にしたい。反対の面もねしっかりと書かれてます。素晴らしい。で、これが、あ、これはね、あれですね、寿司ゲートスタンドですね。使用の仕方はこの寿司ゲートのこの足ね、
ここですね、2つつけてこたてるものになってます。このゲートを後でね、お待ちが通り抜けます。でこちらが、はい、大量バター、またこれがねいいのよしっかりとできてるな、これ面白いですね。でこの大量バターね、もうねつけておきましょう。はい、こちらにね、こう取り付けるところがあるんで、ここにつけておくと、おー、なんだ、テンション上がってきたぞすげーなー、これはいいねー。でちなみにちょっとすごい面白いことを教えましょうか。今これ夜に、ね、撮影してるんですよね、12時52分、7月20日、僕誕生日です。はい誕生日迎えたすぐにもうこれ楽しんでるって、なんか僕幸せもんさ幸せもんです。で他にはちょっと下にもねあるんで、あ、ここにはあれですね、普通のレールですね、なんかちょっとあれですね、箸休めみたいな直線レールがね、はい、こんな感じで3本あります。これがまあこのセットでやっと出てきた見慣れたパーツですね、直線レール3本で。他にもちょっといろいろと埋もれていまして、駅は見えてるんですが、それ以外なんだろう、とりあえず駅出そうかな。こちらがね、お客さん駅です。まあここねゴーストップになってますね。こうね、自分のね待ってるこうお寿司が回ってきたらね、このゴーストップでこうお待ちを止めてあげると、そういったレールになってます。またこれもね貴重な駅ですね、スシロー駅、やばいちゃんとスシローになってる、おーいいね。あ、でここにボード立てるのかなね、先ほどのこのボードをこの後ろにこうね差し込むような形ですね、ここに刺すと、これでバッチリで、ね、ここの部分にね、なんかね、あの紙の小物を入れるみたいなんで、もうセットしておきましょうね。うまい塩がね、どうやらこれ右らしいです、ここです。でわさびね、わさびがねここです。ってで真ん中に七味ですね、七味唐辛子のやつをこう入れて、でお手元ね、まあお箸ですよ、2つあるんで、それがここに入ると、おーやばいこれはいい液だ、素晴らしい。いやもうほんと僕ハッピーバースデーですわこれで、あ、ここにもねレールあるんですけど、ちょっとテープをねこう切らないと取れないんで、切っちゃいましょう。はい、これで、あ、ラストですね。まあ乱れた、はい、こちら今回曲線レールは全部で4本入ってます。まあ半周分ですね、半周分です。であとはこれが2分の1のゴーストップですね、ゴーストップレールですね。最近なんかセットものに2分の1のゴーストップレール割とついてくるような印象がありますね。であとは2分の1の直線レールですね、これが1本ついてました。はい、これでねパーツ全てね出し終わりました。いやもうパーツ見るだけでももうめちゃくちゃテンション上がりましたね、まあ、いつものプラレールとこう違う気持ちになってね、すごい楽しむことができました。もう出すだけでも楽しかったですねこれ。さあではね、ここで終わっちゃダメですね。ではでは続いてね、ちょっとレイアウトの方組んで、まあ今回ちょっとね実際のお寿司はないんですが、ネタをね乗せてね、お家でねお寿司のごっこをやっていきましょう。さあそれではね、一応向こうがね、店員さん、板前さん側になるという感じで行きたいと思いますんで、まずね車両止めですね、車止めを置きまして、ちょっと見にくいんでどけますが、こちらに直線レールを2本つなげますね、こんな感じで2本つなげると。で緑色の往復レールですね、これですね、これをこちらにつなげると、はい、これで OK。で次にこれがね一応ね2分の1のねストップレールって言ったんですけど、これ板前ストップレールというね名前がついてます。板前さん側にねこれがないとねダメなので、向こう側にこれが向くようにレイアウトをねこう組まないとダメということで、こんな感じで組みます。であとはですね、ここですね、ここは4本の曲線レールをつなげてくるっとね、よいしょ、こう回ってお客さん側に来るイメージですね、よいしょ、つなげていきましょう。はい、このようにつなげまして、でこの出口に直線レールを1本、でこちらにお客さん駅ですね、お客さん駅をつなげます。でその後ろに往復レールの水色ですね、これをつないで2分の1の直線レールをその先につなぐと。で車止めですね、はい、こちらつけてあげましょう。であとはね、ゲート忘れてました、寿司ゲートを、はい、ここに置いてあげると。はい、これでもうレイアウトの方はねもうバッチリですね。まあ一応半周とはいえね、しっかりとね広いねレイアウトにはなっております。まあこの辺のこの直線とかの感じは結構お好みで多分変えてもいいかもしれませんね。あ、でもあれか、ここをこんだけ流さないとこれが戻ってくるからね、そっか、流さないとダメなんだ、お寿司が乱れちゃう可能性あるんで、ここちょっとね僕今ちょっと盲点でしたね。なるほど、よく考えられてますね、ほんとね。だからこっちは短くてあっち長いんか。ではではお待ち、セッティングしていきますか。これはとりあえずもう緑のレールより手前でいいのかな、ね、一応ゴーストップはストップの方にしておきましょう。ストップにしといて、お待ちのここに連結していくのかな、こんな感じで。まず貨車を、せっかくのように3つね繋
繋いじゃいます。繋げるとまあもう本当にねぴったり車止めまでねこの距離がねちゃんとこう測られてると。でお皿ですね、お皿をよいしょ3つこのようにはい配置載せまして、でやっぱ僕はもうマグロですよ。マグロから来てほしいね。マグロに卵ですね。卵でエビちゃん食べれないんで信号のり巻きね置いて、あもう絵がやばいねこれちょっとエビかわいそうだからこれちょっと置いとこう、こいつしとこうねこれで、まあまあ次のネタはねこうなんていうのこっちでこう板前さんが実際いるんでこれ構えておくみたいな感じです。さあではそこ行きますか。ちょっとまずちょっと全体で撮ろうね。これ緑のレールよりちょっと手前にいるんですけど、とりあえずこの状態で発進していいのかな。では行きましょう。寿司特急お待ち、お待たせしました。ヘイお待ち、行きましょう。寿司ローですね。トラレール祭り、おバックしたちょっと待ってテンション上げすぎてね、あかんあかんあかんこれ逆だわ逆だわ、これちょっと気ぃつけた方がいいかな。はい、こうですね。これで寿司大量祭り行ってみましょう。行け、止まりました。今ね、板前さんのストップレールで止まってます。めっちゃ暴れてるけどねこのもう今にも行きたそうな暴れ具合さあでは運んできていただきましょう。こっちはとりあえずストップにしといた方がいいよね。とりあえずこれもストップ、ストップにしといて、ではでは行きましょう。行ってらっしゃい。おーおー、寿司運んできた。あでここまで来ると、まあ、お客さんはもうこれねお皿を取ると、こんな感じね、もう僕の大好きなこのお寿司のお皿を取るといった感じですよね。いいね。じゃあま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 あ、まあ、取ってこれ食べたの、すいません、食べたね、食べました。でお皿戻しました。まあ実際回転寿司ではねお皿戻しちゃダメなんですけど、まあ、板前さんのところに戻す感じで。で、ここから注目ですね。いい感じで戻ってくれるんでしょうか。では行きましょう。板前さんに戻ってちょうだい。戻った。おー。おー。おー、どうなるどうなる、あっち止まってないけど。あー、戻ってきた。やばい。やばいよ。オフクレールだわ、これ。当然のことなんですけども。しっかりと、あっこに乗ることによって、ほら。もう結構クイックの動きをねえ、ここでほらシャキンって戻る、シャキンってシャキン、いいね。もう一回ぐらいちょっと見とこうかね。どう、お、いけた、かっこいい。いやーいいですね、いいですね。じゃあちょっとじゃあここでね、あのトミカとかも混ぜていいのかちょっと測りましょうかね。ちょっと重さに耐えれるかどうか、ちょっと行きましょう。一回止めますね。はい、板前さんで止めまして、で車両乗せますね。車両を乗せます。車両ぐらいはまあまあとりあえず1台ぐらい大丈夫でしょう。でせっかくなんでまあね、なんかお店っぽい感じでちょっと箱に入れたトミカをちょっと乗せましょうかね。まあ今月も新作ですよね。お、ちょっとじゃあこれ2つぐらいいけんのかな。ちょっとあーでも厳しいけど乗らないことないね。トミカ2箱乗せて、じゃあもう1個はこれね1つにしましょうね。でこれぐらい乗せてねいけるかどうか、ゲートとか抜けれるかな。じゃあ行きましょうか。ではでは回転トミカ行きましょう。レッツゴー。お、結構パワフル。いいじゃないの、いいじゃないの。あートミカ戻っちゃう戻っちゃうあでも結構ほんとしっかり運んでくれますね。うん、ちょっとあの2個積んだらさすがにズレはするんですけど、おー、もうトミカ屋さん、あ、このコラボで楽しむのはありだわ。絶対これ喜んでくれそう。お寿司だけじゃなくていろんな楽しみ方もできるね。新作トミカ来たわみたいな感じで、ぜひやってみてください。はい、ということで、今回はですねもうステイホームにぴったりじゃないでしょうか。お家で本格お寿司屋さんが楽しめる、スシローとのコラボ極みお届けスシロープラレール、こちらをねちょっとね楽しんでみましょうか。さあいかがだったでしょうか。いやーもうこれはねいいよいろんな意味でいい。まあプラレール好きの僕からしたらね、やっぱこの今回注目なのはこの往復レールです。往復レールにそれに対応の動力車種、まあこれも良かったんですけども、まあ、なんといってもねもうこのお皿をねこう乗せれるこの台車とか貨車ね、まあそういったね新しいアイテムもねいっぱいあるんで、いろんな意味でこれはもうとてもいいセット、革命的なセットがねちょっとこう登場したのかなと思いますね。いいですね、いいですね。いやこれはもういろんな意味で楽しめるんで、
もう子供から本当大人までね、もういろんなものを、まあ、僕ちょっとトミカ乗せましたけども、いろんなものをこうぜひねこれ運んでちょっとね楽しんでみてください。これは素晴らしいセットになっておりました。気になる方はぜひちょっとねチェックしてみてください。まあということで、はい、今回ねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタロでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近ではね LINE の公式アカウントの方でそちら限定のね動画も配信してるのでぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう、さよなら、バイバイ。